ラーメンの大盛りとチャーハンの大盛りと唐揚げ定食。あ、あと餃子お願いします。はい。
そうかなと、そんな状況です。確かに先週よりこの緑の部分っていうのが増えてきたように思いますね。そうなんです、ぷっくりと膨らんできていまして、私も靖国神社に入った瞬間、あ、だいぶ大きく今日はですね、まだまだつぼみということで気象庁の職員の方も確認にいらしていないようなんです。はい、まだいらしていません。あ、ただですね、近くに名前があるんですけれども、ということで、はい、卒業生の墓まで、ね、いらっしゃって、そして、ね、この桜を見ていかれる、こんな春らしい、ね、景色も見られました。でも、なかなか直さないですね。そうなんです、もう閉まってもいいかなと思う、まだ温かい名を残しておいてくださいとおっしゃっていたので、これ残しておいて本当に良かったなと思いました。高麗さん、ありがとうございました。良かったです。着いた時も冬のような刺すような冷たさはなくなってきたかなというのは肌で感じますよね。来週は、ね、もう暖かくなるので、まず1日、続々と開花が目安というので、半分以上もう緑になって、ここは通過していると、東京の標高僕は。で、頭の中には先っぽがピンクになっているのもあるだろうということで、大体この5日9日の間ぐらいじゃないかなと思うと、あと1週間ぐらいかなというところです。早ければ、週末ごろ、週末の会場で月曜日の月曜日あたりです。あと多分1月あたりなのかなとは思いますけど、はいはい、ね、ちょっと今日もこの段階で気になりますけど、はい、こちら午後1時の気温です。昨日と比べております。東京は寒いですね。風も強いですね。はい。そのあたりの比べると7度以上低くて 3.7 度。風も強いので体感は氷点下。仙台は昨日と比べると 13.4 度も下がって 4.2 度なので、なかなか体が冷えそうですね。はい。日差しのぬくもりはだいぶ感じるようになってきましたが、今日は、風が強く吹いているという状況で、名古屋も11度、大阪も11度。名古屋、大阪、昨日雨が降りましたので、ね、今日は
はい、すみません。締めていく可能性があります。で、さらに、それはもっと高いところ。Thank you.